アンガルスク市電はロシア連邦の都市アンガルスク市内に存在する路面電車。ソビエート連邦時代の1953年に開通した路線で2021年現在はアンガルスク市が所有する単一企業体であるアンガルスク軌道によって運営されている。1953年11月27日に開通したアンガルスク市内を走る路面電車。 大規模な油田を有し石油化学コンビナートをはじめとした大規模な工業地域を有するアンガルスクにおける重要な公共交通機関として発展を続け2013年時点の総延長は開業当初から10倍に増加した一方でソ連崩壊後は利用客の減少が続いており2018年度の利用客は 毎月20万人で2010年代初頭の80万人から大幅に減っている。その結果、2021年現在路面電車を運営する単一企業体のアンガルスク軌道は慢性的な赤字を抱える事態となっており、路線、系統の廃止も相次いで行われている。 2021年現在は7系統が運行しているが、そのうち毎日運行しているのは3系統のみであり、残りの4系統は平日のみ運行する。運賃は16ルーブルである。2021年時点でアンガルスク市電に在籍する営業用車両の形式は以下の通り。2019年以降はモスクワ市電からの車両譲渡が実施されている一方、71から605を はじめ多くの車両が運用を離脱する状況となっている。ありがとうございます。